皆さん、こんにちは。浜家のけもちです。本日ご紹介いたしますのは、こちら、オークリーの新作オプサラミックフレーム、ラガーボードを本日はご紹介いたします、えー。かなり大ぶりなレンズシェイプ、迫力あるスタイルのアイテムなんですけれども、サイズも3サイズ用意されているというアイテムで、なかなか かっっこいいアイテムになってもともとのデザインはセンターボードという大股製のセルフレームがあるんですけどもそれのデザインテイストをワイヤーフレームに落とし込んでいるというのが今回のこのダガーボードというアイテムになりますフレームのこのテンプルの立体感のあるデザインそしてこちらの方が アンモブタニウム製のイヤーソップも搭載されているというフレームです、えー、素材は C5 アロイというオークリーならではの超軽量合金というフレームで非常にしっかりとした堅固なフレームになりますチタン製フレームと比べるとちょっと重たいんですけれどもこの天ぷらの内側もです、ね、肉抜きをするような デザインになっていますのでこういったところで軽量を測りながらも、えー、しっかりとした掛け心地が、えー、作られているというアイテムになります実際にかけたところもご覧いただきたいと思いますまずはミドルサイズの55というサイズになるんですけれども1番カラーのサテンブラックからかけてみたいと思います、えー、このレンズの横幅が 55mm というアイテムですねアイコンはホワイトのアイコンが採用されているんですけどもかけてみますと こののようななサイイズ感のアイテムになります、えー、今の時代感からしてもですね、こういう大きさのワイヤーフレーム、なおかつ迫力も感じさせてかっこいいフレームってなかなかないんじゃないかなと思いますので、なかなか魅力的なアイテムになるかと思います。また価格帯も2万円を切る価格帯に設定されておりますので、えー、お財布にもリーズナブルな優しいアイテムに仕上がっているというのも魅力になるんじゃないでしょうか。 2番カラーがこちらの方がピューターというカラーですね。アイコンもホワイトのカラーで定番カラーなんですけれども、こちらの方は53ミリという大きさになっています。えー、先ほどのミドルサイズのサテンブラックと比べますと少し小さいサイズだということがお分かりいただけるでしょうか。こちらの方をかけますと、サイズ感はこのようなサイズ感のアイテムになります。 先ほどの55サイズと比べますと、やはりちょっと小さめになりますので、ややタイトなフィット感になるのかなというところなんですけども、掛け具合調整がもちろんできますので、そこまで大きいフレームはというふうに心配される方は、こちらの方のサイズ感。そして、細顔の方や女性にはこちらのサイズ感非常にマッチしてくるんじゃないかなと思います。女性の方でもこういう迫力のあるテイストのワイヤーフレームをお探しの方に魅力的に感じていただけるんじゃないでしょうか。そして、 こちらの方はさらに大きいサイズ、えー。ここの横幅が57ミリというサイズのアイテムです。先ほどのミドルサイズの55サイズと比べるとさらに大きくなっているというのがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。こちらの方のカラーはサテンライトスティールというちょっと青みのあるカラーになっています。アイコンはレッドを採用しているというアイテムなんですけども、かけてみますと このようなサイズ感でですすやはり大きめですねサングラスに仕上げていただいてもかっこいいフレームになるかと思いますのでそういったカスタムも楽しいアイテムになるかと思いますなかなか迫力のあるテイスト結構かっこいいフレームですし人気の出るアイテムそしてこのアイコンレッドアイコンも人気カラーになってくるんじゃないでしょうかそしてもう1色4番カラーがマットガンメタルというカラーです え今までマットガンメタルというカラーあまり,になります、えー、先ほどのピューターと比べますとピューターの方がやや濃い色味のアイテムになるんですけどもそれと比べると少し明るめのお色です。肌なじみのの良さというのも い、えー、いいカラーにななるんじゃないでしょうか、えー、ちなみにこちらの方は55サイズというミドルサイズのアイテムですね、えー、使い勝手もいいですし主張しすぎることなくこういったスタイル、えー、サイズ感のものをお探しの方に魅力的に感じていただけるんじゃないでしょうか本日ご紹介させていただきましたのはオークリーの C5 アロイで作られているという迫力あるテイストの、えー、ワイヤーフレームダガーボードです ぜひ楽しみながらお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。